ちいかわとはなんぞや。カマキリのメスがオスを食べるときの生き物ならではの容赦のなさに強く惹かれる、そういった生き物らしい描きたい。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。まずはじめにちいかわとはなんぞや。イラストレーター長野さんによるキャラクター漫画作品、2020年にツイッターで漫画連載、翌年2月12日よりちいかわなんか小さくて可愛いやつが発売。はい、ということでですね、まず監督、このちいかわを知ったきっかけがですね、まあ皆さんと同じくですね、ツイッターの漫画を見て興味を持ちました。まあもともと監督ですね、まあ正直暴露しますと、可愛いものが好きです。幼い頃はですね、自分の部屋にめちゃくちゃぬいぐるみがいました。まあさすがにね、年齢とともに卒業してきたんですが、まあね、正直ぬいぐるみに囲まれたい。しかしですよ、周りの目が気になる。というわけで、こちら、動くぬいぐるみ買いました。っていうのは冗談です。ちなみに愛犬ナビー君に関しては、ぬいぐるみ解体検定1級所持者なので、マジで気をつけてください。1級はですね、ぬいぐるみを与えたら、3分で回転されます。腹渡を出します。なので監督の家には今1匹もぬいぐるみがおりません。もし見つかったら最後解体されます。そんなわけで見た感じね、まあ可愛いの代表なんですけども、実際その漫画を読んでみますと、可愛いキャラクターがですね苦しい環境に立たされるんですよ。そしてもうワンワン泣いて、でも最後はちょっとした幸せ、希望が湧いてくる、ほっこりする形で終わるというですね。では作者長野さんとは一体何者というわけでですね、ちょっと調べてみましたところ、日本のイラストレーターで漫画家で女性、物心ついた時から絵を描くことが好きで、なぜ絵を描き始めたのかきっかけがわからないぐらいずっと絵を描き続けていたそうです。絵のタッチなんですが、シャープや色鉛筆を使った柔らかな線画、繊細で独特なタッチによるゆるキャラが得意。ちいかわおよび一部の作品はパソコンを使わずに完全なアナログ手法によって描かれております。2018年に猫クマ、飯クマ、自分ツッコミクマののんびりシンプル旅行英会話、いちごから伝わる簡単お役立ち英語フレーズ、もぐもぐ食べ歩きクマ、2019年自分ツッコミクマ激ムズ間違い探し、自分ツッコミクマの本、モグラコロッケの歌等々発売されました。2021年にこのちいかわですね、他に企業やアーティストとのコラボグッズの展開、地方自治体のキャラクターデザインを担当、皆さんご存知 LINE クリエイターズスタンプ、こちらもたくさん出しております。ちいかわはもちろんのこと、ツッコミクマ、パグさん、ぶりっこウサギ、サンタくん猫などオリジナルキャラクターを多数展開。中でも自分ツッコミクマはグッズ販売、コラボカフェが開催されました。他にも漫画やイラストなどは食べ物の食感が伝わるように独特な擬音などが用いられております。ここで長野さんの思考がわかるエピソードを紹介します。カマキリのメスがオスを食べる時など生き物ならではの容赦のなさに強く惹かれる、そういった生き物らしい描きたい気持ちが強い、というエピソードがございました。また淡々とした雰囲気の中でドキドキ感がある童話や絵本が好き。このちいかわなぜこんなにヒットしているのか、なぜここまで魅力的なのかを調べてみました。そこにはですね、可愛さだけではない魅力がたんまりと隠されておりました。2017年頃に発表されました。そして2020年1月に単独ツイッターアカウントが開設、そこから漫画連載が始まりました。当初ツイッターではこんな風になって暮らしたいというですねテーマをもとにポンポンと出されました。初期の頃はですね単発作品が多く、ただですね巨大なお菓子を食べるですとか、まあそもそも喋るキャラクターがいないので基本的にはですね完結ものが多い状態でした。そして連載して5ヶ月転機が訪れます。喋るキャラクター8割の登場です。8割というキャラクターが入ってきてから爆発的に注目され始めました。8割の登場によって家があって親友がいて毎日一緒に笑い合う瞬間、バディモノに昇華しました。そうやってですねちいかわが住む暮らし世界がですねだんだんと明かされていきまして、連続性のある物語が生まれてきました。そう、ちいかわの成長物語。そして2021年2月12日にこちらの単行本が発売されました。店舗によってはですね品切れ中が続出しております。ちなみにですね作目ご飯はですねこちらとセットになった特別版ちいかわでうさぎ8割、まあ一般的な全部ひらがなに書かれた絵本です。
ここが惹かれる要素だなっていうところをですね、挙げさせていただきます。今回2つです。まず1つ目、可愛い絵に似つかない展開。これはですね、主に初期の頃がとても多いんですけども、ちいかわ、モンスターにめちゃくちゃ襲われます。理性をですね、壊された、もう自分を制御できないって言って、こうやって、なんかウルバリみたいにこうやってやって襲ってくるんですよね。魔法少女マドカマギカ、まあ、これもね、まあこれだけ見ると萌えアニメかなと思うんですけども、現実はこうだったり、また学校暮らし、まあ同じくですね、幸せな学校生活が見れるんじゃないかと思って見たらこれだったり、そんな感じですね。ちいかわもこういった可愛い中で、まあ結構ドキつい展開が来ます。ただね、絵は可愛いタッチなんで、まあ、一気に絵柄が変わるとかはないので、まあ、そこはご安心ください。絵柄からミスマッチな展開、これが組み合わさったことによって、ただ可愛いキャラクターが可愛いことをやってるだけではない、エンターテインメントとして楽しめました。続きまして、二つ目、リアルなお金と勤労。お金、そして仕事っていうのはやっぱり切っても切り離せない存在だと思うんですが、このちいかわたちの世界にもこのシステムが降りています。友達とですね、お揃いの武器を手に入れるためにクエストしたりね、モンスターを討伐したり、草むしり検定に友達と行って片方が落ちたりですね、まあそういったリアルなところも描かれます。もう全部が幸せなものではなく、やっぱ足りないものがあって、その幸せを手に入れるために働くことになります。そんなわけでですね、めちゃくちゃ泣きます。もうワンワン泣きます。ちいかわですね、大人気なんですけども、やっぱりそのアンチ側もいて、そのアンチ側が言うには、可愛いキャラクターが苦しい環境にされてるところがかわいそう、作者鬼み、まあそれも含めてリアル、小さい幸福、そして友情ですね。ここが一番この漫画を見て伝わってくるものがありました。キャラクターを簡単に紹介していきたいと思います。まずちいかわ、こちらですね、白クマの姿のキャラクターです。喋りません。とても臆病で、ただここだというタイミングで勇気を発揮します。そして懸賞で当たった家に住んでおります。はい、続きまして八割猫のキャラクターです。ちいかわの親友であり、言葉を流暢に喋ります。洞窟に住んでおりまして、天然で怖いもの知らず、チャルメラがめちゃくちゃ好きです。続きましてうさぎ、そのままですね、ちいかわの友人です。食に貪欲、常にひたすら走り回っています。なんか常に叫んでます。続きましてくりまんじゅう、お酒検定保持者でお酒が飲めます。登場する回は何かしら美味しいものを食べております。お酒を飲んだ時はと言いながら皮がシワクシャになります。続きましてラッコ、監督このラッコもめちゃくちゃ好きです。討伐者ランキング第1位の剣使いです。とにかくかっこいい。というわけでちいかわ、こちらを紹介しました。もう2巻が早く見たい。今年の秋に発売予定となっております。もう絶対買う。そしてですね、現在リアルタイムで1日1話なのかな、 Twitter リンク下に貼っておきますので、もうぜひ見てください。こちらのね、段ボールちいかわマーケット、監督ですね、本読んでハマりまして、もうグッズ買っちゃいました。この一つ目がですね、これなんですよ。はい、 T シャツです。ちょこっと出てるちいかわ8割うさぎ、こちらの金額ですね、2700円。長袖欲しかったんですけども、欲しいデザイン売り切れておりましたので、この T シャツを買いました。はい、でこの段ボールなんですけども、ちいかわオンラインショップで購入しますと、こちらのちいかわ専用段ボールで届きます。こちら8割。ちなみにこのデザイン確か何種類かあるそうです。監督はこのデザインで到着しました。ではですね、早速開けていきたいと思います。まず1つ目こちら、商品名がちいかわスタッキングプラカップ、ピーッと吹くちいかわ。あー、ピーピー吹いて吹いてますね。と歯ブラシを入れるカップにこれは使いたいと思います。ちゃんと結構大きめに作られております。ちなみにこちらのコップはですね、950円となっております。続きましてこちら、ちいかわビタッとかっこ集合、こちら650円。この商品何かと言いますとですね、このウェットティッシュにシール部分をすべて剥がしまして、ペタッと貼ることによって、蓋をオープン、開けると、ここからウェットティッシュが取れるという、まあシールタイプなんで、まあ長くは使えないかと思いますが、で、中にですね、こういった、はがきではないけども、ポストカードかな？ありがとうございます。合計6050円も使ってしまいましたが、後悔はありません。というわけでですね、今回はちいかわですね、紹介してみました。皆さんもね、ぜひ興味がありましたら、長野さんの作っているこのちいかわ専用のツイッターがありますので、概要欄に貼っておきますので、もし興味がある方はですね、そちら覗いてみてください。最新の漫画ですね、無料で読めますので、このチャンネルではですね、自分が大好きなもの、紹介したい、共有したいものなどを出しております。ここまで見ていただいた方で、まだチャンネル登録をしない方は、ぜひチャンネル登録をして、他の動画も見ていただきたいなと思っております。はい、というわけでまた次の動画で会いましょう。ぬいぐるみ解体検定、ぬいぐるみ解体、ぬいぐるみ鑑、ぬい、
ぬいぐるみ解体検定3級持ってますので、マジで気をつけて、ぬいぐるみ解体研究、違う、ぬいぐるみ解体検定、ぬいぐるみ解体検定。